こんにちは、七色の扉です。今回はダイソーでの購入品をご紹介します。最初はリュック用のバックインバッグです。330円です。小さめのリュックだとあまり不自由さはないかと思いますが、たくさん入るサイズになると入れたものが移動したり探したりすることがあると思います。そんな時にあると便利なのがバックインバッグで、リュックの中身を整理整頓します。前面には出し入れがしやすいよう取っ手がついています。背面の一番大きなところは A4 サイズが収納できるので、本やノートなど入れた場合、よほどのことがない限り折れたり汚れたりはしないかと思います。ファスナーを開けると横幅一面のポケットがあり、ファスナー下の深さは9センチほどあります。その外側には真ん中を押し切って2つに分けたネット状のポケットがあり、深さは約 7.5 センチあります。一番下の半円状のポケットの中にはボトルホルダーがあり、内側はアルミ蒸着フィルム付きになっています。ステンレスボトルを入れてもリュック内で倒れて中身が漏れるという心配はないかと思います。ボトルホルダーにボトルを差し込んだ場合、ポーチを縦にして入れることができます。あと折りたたみ傘などもここに入ります。キーホルダーも付いていますので、いつも鍵を探すのにリュックの中を手探りしている人はここにかけておくと良さそうです。裏側は背中に接する面なので平坦になっています。材質はポリエステルです。サイズは横幅23センチ、高さ30センチ、マチ10センチです。使用上の注意によると洗濯しないでくださいとのことです。私の防災用のリュックはジャンル分けして入れてもまとまりがないので、これでうまく整理できないかと思い購入しました。普段も時々リュックを背負っているので、防災用のリュックに不向きであれば普段使いをしようと思います。次は冷感素材の枕パッドです。220円です。枕パッドはお店に3種類あり、そのうち1種類は330円でした。触れてみてこれが一番冷たく感じたので、このタイプを選びました。表面が冷感素材になっています。パッケージにも書かれている通り、とても滑らかな肌触りでツルツルとした感じがあり、触っていって気持ちいいです。裏面はゴム仕様です。サイズは横幅50センチ、縦40センチなので大きめの枕にも対応するかと思います。材質は表生地がナイロン 90%、 ポリウレタン 10% で、薄く中綿もあり、中綿と裏生地ともにポリエステルです。洗濯は手洗いとなり、タンブラー乾燥は NG です。他にも薄いグレーがありました。体温で暖かくなる前に眠れたらいいなと思い買った冷感枕パッドです。次はマスク用の冷感スプレーです。日本製で110円です。最近除菌効果のあるマスクスプレーの種類が豊富になりましたが、不織布を使っているので除菌ではなく冷感目的で買ったものです。今でも気温が上がると少し息苦しさを感じるので、今までに買った別の製品を使っています。内容量は 12ml で、持ち運びに便利な細身のスプレーのボトルです。香りはさっぱりフレッシュなシトラスの香りです。あまり大きな声では言えませんが、香りは香料感が否めませんでした。こちらはアルコール入りなので除菌と速乾効果があり、メントールも含まれていますので使ってみるとひんやり感もあります。使い方はマスクの外側に5から10センチ以上離して、全体的に3プッシュ程度を目安にスプレーします。5から6秒ほど軽く振ってからマスクを装着します。アルコールで湿った状態で装着すると、私のように肌が弱いとピリピリしますので、
必ず振って乾燥させてから装着した方が良いです。こちらはアルコール入りなので高温や直射日光を避けて保管するようご注意ください。最近キャンドゥさんで買った冷感スプレーと合わせると今年の夏はなんとかしのげるかと思いますので、夏中に使い切ろうと思います。次はレンジに使える水分・油分に強いペーパーボールとレンジに使える厚手で丈夫なペーパープレートです。日本製でそれぞれ110円です。このシリーズはホワイトと無漂白のナチュラルパルプの2種類があります。ボールの方は大きいサイズのものもありましたが、私はお茶碗代わりになりそうな直径13センチのものを選びました。11枚入りです。手でつかめるサイズなので持ちやすいです。これを普段の食事に使うつもりはありませんが、どうせ買うなら電子レンジ対応と思って買ってみました。そしてこちらは丈夫でたわみにくい厚節加工のプレートです。6枚入りです。このプレートはやや深さがあるという点がポイントで、カレーライスを食べるのに適しています。ちなみによくある浅めのプレートもサイズ違いでありました。直径は22センチですが、言葉通り丈夫そうです。どちらも電子レンジは温め程度とし、加熱調理には使用しないようご注意ください。またオーブンやオーブントースターの使用は NG です。こちらは持ち出し用ではなく、自宅に常備しておく防災グッズとして買いました。何かで使うことがあれば買い足しながら常備しておこうと思っています。次は北欧風グッズで、移動ポケット、肩紐カバー、巾着です。それぞれ110円です。移動ポケットはキッズと呼ばれる年代の子供たちがハンカチなどを入れるのに使っていますが、こちらはモバイルポケットになります。スカートやズボンに取り付けられますが、トイレ時に中身を落としそうな気もしますので、トートバッグなどのカバンにつけても良さそうです。私は外出時ではないですが、よく音楽を聴きながら家事をしているので、お店で見た時にこれだと思いました。この中に iPhone を入れて音楽を聴きながら行動するのにぴったりのアイテムだと思いました。サイズは幅11センチ、高さ14センチです。ポーチ類が販売されているコーナーで見つけました。こちらは肩紐カバーです。これらはすべて別々のコーナーにありました。カバーとしては結構長いですが、例えば旅行用のバッグなどたくさんの荷物を入れて肩にかける時の肩への負担を軽減させるものです。中は詰め物がされているので程よいクッション性があります。サイズは幅6センチ、かける高さ36センチで、ボタンは3箇所留められるようになっています。対応可能な肩紐の幅は5センチです。これは旅行用品のコーナーにありました。そしてこちらは巾着です。巾着がたくさん並んでいるコーナーで販売されていました。サイズが幅26センチ、高さ34センチと若干大きめタイプなので、使える幅はかなり広いと思います。サイズが合えば、それこそビニールバッグに入れるのにもありかと思います。材質はどれも同じポリエステルです。カラーですが、私はピンクを選びましたが、他にも優しい色味のブルー、グリーン、イエローもありました。デザインはどれも北欧風ですが、カラーによって違い、私はデザインではなくカラー重視で選びました。花柄が可愛い北欧風のグッズです。次は街が広がるファブリックケースです。110円です。真っ赤にブルーのファスナーのものが前々からあるのは知っていましたが、モカとピンクが追加されていましたので、ピンクを購入しました。
こちらは英語サイズですが、これより大きいサイズではブラックやグレーがありました。こちらはフラットポーチのような形をしていますが、サイドファスナーを開くと待ち幅が最大5センチとなり、船型ポーチのような形になります。ノートやペンぐらいの量であればフラットの状態で、入れるものが徐々に増えてかさばるときはファスナーを開けると広く使えて便利です。初代のものは口コミが良かったので買ってみた、街が広がるパブリックケースです。